那覇町グッドニュースこのコーナーは町の中で起きているグッドニュースをお届けするコーナーです、えー、那覇小学校 PTA 会長の日賀和彦さんです今日よろしくお願いしますこんにちは日賀さんはい日賀です那覇小学校の現在の PTA 会長ということで <laughs> はいそうです、はい、大体の方はイメージできるかと思うんですけども PTA って何でしたっけ <TA> ざっくり質問で申し訳ないんですけど、まあ PTA といいますとまず PTA のイミットから言いますと P は Parent、T はティーチャー保護者と先生方、それでアソシエーションということで、組織ですね、それに最近ではコミュニティの C が入って PTCA という組織ですね、地域っていうのも入るところもある、那覇省は PTA なんですよね、新しい試みとしては保育園にも声かけたとか。 方たちとどうやってつながったらいいんだろうって、はい、そある時にその地域の方が実はあの自分たちはその参加したいっていうことを知って、うん、それで地域の方をもちろん巻き込もうってこと近隣の保育園にも声かけてみようかなとこの子たちはゆくゆくは那覇小学校に入学してくる子なので、うん、そうするとまあちっちゃいので親も一緒に当然来ますよね、うん、そうすると親同士の交流が生まれると。うん なるほど、ね、ありがとうございます。はい。今日のグッドニュースのお届け人は、那覇小学校 P. T. A. 会長の伊賀勝彦さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。<78. 0. S 2>